カイルバードは、アメリカ合衆国フロリダ州、クレーグン、オレンジュパーク出身のプロ野球選手。左投げ左打。広島東洋カーアップ所属。2014年の MLB ドラフト35巡目で、タンパベイレイズから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級プリンストンレイズで、プロデビュー。 12試合に登板して1勝0敗1セーブ、防御率4.19、18奪三振を記録した。2015年は、A 級ボーリンググリーンホットロッズとトリプル A 級、ダーラムブルズでプレーし、2球団合計で33試合に登板して4勝、0敗9セーブ、防御率2.54、71奪三振を記録した。二千十六年は、A 級、 シャーロット・ストーン・クラブズと AA 級、モンゴメリー・ビスケッツでプレーし、2球団合計で43試合に登板して3勝2敗、7セーブ、防御率2.28、60奪三振を記録した。オフには、アリゾナ・フォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2017年は、AA 級モンゴメリーとトリプル A 級ダーラムでプレーし、 二球団合計で五十四試合に登板して四勝二敗、防御率二点八九、七十奪三振を記録した。二千十八年も AA 級モンゴメリーと、トリプル A 級ダーラムでプレーし、二球団合計で四十三試合に登板して三勝三敗、四セーブ、防御率二点三九、八十八奪三振を記録した。オフの十一月二十日にルールファイブドラフトでの流出を、 防ぐために40人枠入りした。2018年12月21日に、レイズとテキサスレンジャーズと、オークランドアスレチックスによって三角トレードが行われ、レンジャーズは、バードとブロックバークとヨエルエスピナルとイーライ・ホワイトと、インターナショナルボーナスプールの75万ドルを獲得。レイズは、エミリオ・パガンとローリー・レイシーと2019年の MLB ドラフトでの優先指名権を獲得。 アスレチックスはジュリクソンプロファーを獲得した。2019年3月28日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは12試合に登板して防御率7.82、10奪三振を記録した。2020年1月15日にディフェとなり、21日にマイナー契約で参加のトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ配属された。 オフの11月2日に FA となった。2020年11月26日に広島東洋カープと契約を結んだことを発表した。背番号は2020年までクリス・ジョンソンがつけていた42。新型コロナウイルス感染拡大防止措置における入国制限の影響で合流が遅れていたが、2021年4月26日に入団会見が行われた。 サイドスローに近いスリークオーターから投じる、最速時速 154km の直球、ツーシームファストボール、スライダーで投球を組み立てる。2019年シーズンにメジャーリーグで投じた277球のうち111球、つまり46.3%をスライダーが占め、ツーシームファストボールは29.2%、直球は24.6%と、 スライダーという一つの変化球に偏っていると言える。ありがとうございます。